You're listening to Shibuya Cross FM. マジカルハッピー渋谷ラジオ。イエーイ。この番組はエルロンハバード著作、幸せの道を普及しているザウェイトゥーハピネスジャパンの提供でお送りします。運営はナイスなピープルネットワークです。幸せの道はより良い人生の道しるべとしてサイエントロジー協会から推薦を受けています。じゃあ今年も始まりました、マジカルハッピー渋谷ラジオ。この番組のパーソナリティは大橋めりさです、はい、今回もザ・ウェイトゥ・ハピネス・ジャパン代表の中村敦さんとお送りします。はい、よろしくお願いします。今年も、はい、そして渋谷調査隊長の黒沢愛理さん、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで元気にね、この3人で今年もお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。4日経ちましたよ、うん、早くないですか、この4日経つの。早い、ヒュピーンって感じで4日経ちましたけど、うん、はい、どうですか4日経ってですか、意気込み。今年の意気込みはもう、はい、ライブ、昨日とかのライブでも言ったんですけど、はい、止まないを心がけているので、止まずに頑張ってやっていきたいなと思います。まあ1月から新しく始めたこともあるんで、はい、それも頑張ろうって感じ。はい、頑張りましょう。はい、そうだね。はい、うん、中村さんは今年はどんな年にしますか。今年、はい、今年はね、うん、ちょっといろんなことをやろうと思っているので、また具体的に、うん、お知らせはしますが、はい、ちょっとね、なんだろうな、いつもの年始よりちょっと違うね、今年は。僕なんですか、気合が入ってる。気合っていうか、はい、なんか自然に、なんていうの、いいスタートが切れてる。そう、何かができるみたいな。モチベが高いんじゃん、いいじゃないですか。そうそう、できるというか、何かをやるだろうなと。おいいじゃないですか。思いますね。素晴らしい、素晴らしい、はいはい。大橋はですね、はい、明日誕生日なんですよ。うわ、おめでたい。めでたいね。ありがとうございます。そうだ、新年早々大橋毎月1月5日に生まれたんだ。そうです、1月5日に生まれまして、で明日誕生日迎えるんですけど、こうやって、うん、まあ勝手にレベルアップはしていくじゃないですか。テレレレテレン、どんなに自分が成長してなかろうが、うん、どんどんこうレベルアップは勝手にいっていっちゃう。年だけは簡単にこう取っていっちゃうので、うん、経験を積んで中身を充実させてレベルアップしていきたいなと。それがいいよ。思ってるので、例えばどんな感じなんでしょうね。いろんな経験をとにかくやるですね。いろんな経験、そうです、はい、なんか戦っていこう。そう、やらないと分かんないことがいっぱいあると思うんですよね。なんか見て分かった気になるとか、うん、なんか読んで分かった気になるじゃなく、うん、自分でいろいろ進んで経験をしていって、うん、その経験からこうレベルアップをしていきたいなと思ってるので、うん、せやな。いいですね。2023年の大橋は頑張っていろんな経験をする、うん、そうね、素晴らしい。良いことも悪いこともどんどん経験していこうと思います。そんな2023年にしたい。素晴らしい。そう、ね、もうやまないとか言ってる場合じゃなかった。もっと先にいたからね、うん、もっと先に追いつけるように頑張りますね。いや、やまないも大事ですよ、すごく。やっぱりね、へこむとね、人間なんかもうちょっとできないかもしれない、やれないかもしれない、ね、だからやまないためにも、もう見てる人、聞いてる人、みんな優しくしてください、お願いします。確かに、はい、人に優しくすること大事ですからね。そうね。そしたらその優しさを返すからさ、意地悪してきたら意地悪するから、絶対に。そうですね、確かに、うん、人にやられて嫌なことはしちゃいけないんだよ。しちゃいけないですからね。そうそうそう、うん、自分でしないようにしていきましょうね、はいはい。なんか言いたいことあります？言っておきたいこと。いや、なんか言いたいことあったよなと思って考えてたんですけど、うん、考えてるんだろうな、そんな顔されてた。忘れました。じゃあ思い出したら、はい、そうね、思い出したら、ね、言ってください。50分間で考えていただいて、うん、最後にね、発表していただければと思います、はい、うん、はい。この番組はみんなが幸せに暮らすことをゲストの方を交えて真剣に考えてみようという番組です。ぜひ最近あったハッピーなことだったりとか、いろいろね、送っていただければと思いますし、今日のテーマが今年誰をハッピーにしたいか。そうね、誰をハッピーにしますかっていうのをテーマにお送りしていきたいと思いますので、それを今日ね、うん、それを宣言すると、はい、多分その人幸せにできると思うから。お、確かに、俺はこの人幸せにするぞっていう。確かに。あ、え？聞いてなかったの？怒っちゃうぞ。こっちもこんな感じでわちゃわちゃやっていきたいと思いますので、皆さんぜひね、メッセージの方をお寄せください、はい、宛先はまちハピアットマーク渋谷ドットモビまでお送りください、はい、それでは今日も元気にいってみよう。渋谷クロス FM。まず初めのコーナーはこちら、マジハピートーク。
このコーナーはザ・ウェイトゥ・ハピネス・ジャパン代表の中村さんを中心に幸せの道に基づくフリートークをお話ししていこうというコーナーです。そうです。はい、というわけでですね、今日はねゲストの方にお越しいただいてますので皆さんの紹介をしたいと思います。はい、まず福島萌音さん。はい、東京演劇女子の福島萌音です。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。凛乃凪さん。はい、同じく東京演劇女子の凛乃凪です。よろしくお願いします。お願いします。そして野田亮さん。はい、エクシスの亮と申します。よろしくお願いします。お願いします。この3人と一緒にお話をしていきたいと思います。そうですね、そうですね。はい、はい、今年誰を幸せにしますか、誰をハッピーにしますか。ハッピーにね、したいか。ハッピー、ハッピー、ハッピー。まあでもね、はい、それぞれね、うん、あると思いますんで、はい、なんか聞いてみたいなっていうふうに。はい、お誰にしよう。はい、私はえ、あれ、はい、女性だった。キャプテリー、はい、自分、自分、おー、やっぱ自分がハッピーだったら私を見てる人とか、うん、まあ、周りの人も、うん、なんて、ああ、なんかあの子が元気だから自分も元気になるなみたいな、なるかなみたいな。だから私が今ここで座ってすごい負のオーラを出したら多分ここもすごいこうなるじゃないですか。だから伝染するから負のオーラって。だからその、ね、まあ、さっきの話じゃないけど山内もそうだけど、うん、もうそこからこう明るく自分が幸せになれば、はいはい、まあ多分みんなのことも幸せにできるかなと思って。間違いない。ということでまず自分から幸せになります。素敵。自分以外はない。ハッピー。自分以外だったらお母さんですかね。お母さん、いい。なんかお母さんがニコニコご飯食べてるの見ると私も幸せになるんで。わかる、それ。そう、だから、わかる。そう、だからちょっとニコニコにさせてあげたいなって思います。 お母さんニコニコにするにはどうしたの。多分手伝う。あ、手伝う。うん、あの、アイリはもうほんと食器洗いもしないでっていつも怒られるから。そうか、まあ1回ぐらいはしてあげようかなって。1回、うん、1回、1回、あ、うん、考えときます。週に1回な。とりあえず週に1回、そう、週に1回から始めようかなと思います。はい、確かに少しずつ。そうですよ、ね。うん、素敵ですね。中村さんは誰をハッピーにしますか。僕はやっぱまずは奥さんでしょうね。あ、素晴らしい。やだ、もう、もう頑張りたいなと。頑張れ。お、なんかすごい大ざっぱすね。すごい含まれてますね。まずはね、いろんないろんなことがあっての。そう、もうね、長いしね。はい、その中でね、いろいろ、まあ、迷惑もかけたしね。そうですね、今年は一生懸命その、うん、そうなってくれるようにね、ちょっと頑張ろうかな。今大橋、うん、まあそうですよね、うんって言ったけど全然知らなかったです。そう、私も思いました。すごい知ってるのかな。全然知らないのに苦労かけてて、うん、そうですね、そうですね、そうですねって言っちゃった。はい、あとはね、僕ね、はい、うん、まあ大橋さんとね、はい、あの黒沢さんを幸せにしたいなと思うんだけど、はい、だけ ど、まあこの番組、ほらもう3年やってるじゃない、やってる。そろそろ幸せになるかななんて思ってるんだけど、うん、あのどうしたら2人が幸せになるかなというのがあんまりよくわかんないのよね。ほら、これで答えを渡しちゃったら意味ないんで、うん、ちょっと頑張って考えてください、まあ、この1年を通して考えてください。私あれですよ、私が幸せになる方法は、うん、皆さんにメッセージを送っていただけると私は幸せになります。あ、上手。じゃあ僕はとりあえず何もしなくて。だから、違う、宣伝だ。メッセージはここですよ、ここに送ってねわーを言っていると大橋にが幸せになる。あ、なるほどね、うん、そうです、わかりました。それはちょっと、まあね、毎回頑張っていこうかなというふうに思っております。はい、私から登場と野田さんもぜひ幸せにしてください。あの、入れていただけるとお願いします。わかりました。みんな幸せにしよう。ゲスト陣が今ね、どうやったら幸せになるか、はい、あ、どうしたら誰をハッピーにしたいかを伝えちゃったんですけど、うん、じゃあゲストのお三方、誰から当てようかな、誰から当てようかな、誰にしますか。福島さんから聞いていこうかなと思うんですけど、はい、今年誰をハッピーにしますか。私はブルームの皆さんをハッピーにしたいと思います。やだ、もうみんな嬉しいじゃん、幸せじゃん。シュークリーム食べてますけど。ブルーム、ブルーム、ブルームっていうのは、はい、東京演劇女子を応援してくださってる、はい、ファンの方の名称なんですけど。そうなんですよ。それはいいですね、うん、皆さんをハッピーにできるように。どうすると皆さんがハッピーになるんでしょうね。多分私がハッピーであることが皆さんのハッピーだと。やっぱなんかデジャブだな。やっぱそうですよね。やっぱそういうとこなんだよ。うなずいてもらっていいですか。うなずいてグー出てますから大丈夫です。やった、うん、ハッピーなの、はい、甘やかされてるのでお願いします。だってあれですもんね、
なんて肩書きっていう欄に毒舌一生妹って書いてある、うん、はい、一生妹でやらせてもらってますので可愛がられて皆さんの妹っていうか、ね、はい、強制的に可愛がってもらってます、はい、まあ、なのに毒舌なんですよね結構可愛がられてるから毒舌なんでしょうね、はい、きっとね素直に生きてるはい、じゃあ B のなぎさんは、私はちょっと被っちゃうんですけど、はい、ファンの皆様と、うん、はい、ここに携わってくださってる皆様をハッピーにしたいなと思ってます。やった、幸せにしてもらえる、ね、やった、うん、やったで、ファンの方はもちろんのことなんですけど、うん、やっぱりこうなんていうんですか、一緒にね、この自分が活動していく中 で、ね、もう今年すごい大事なイベントもあるので、はい、そこの関係者の皆様だったり、うん、出演してくださる皆様も幸せにできたらいいななんて大きなことを思ったりなんか、ちなみになんかその大事なイベントっていうのはいつとかにあるんですか？いいんですか？はい、なんかね、せっかく持たれてるので。そうなんですよ、はい、ちょっとパネルを用意させてもらったんですけどよいしょ、もういいんですか言っちゃって、はい、今年の1月22日に川崎のクラブチッタであるんですけど、はい、私たちのこちらの東日本大震災復興支援イベント、はい、ブルースターフェスティバル復興に咲かすつなぎ合う心をサポーティッドバイ気仙沼商工会議所青年部と題しまして、はい、主催でフェスをやらせていただくんですね、はい、すごいですね、1月22日そうなんです、はい、クラブチーター、はい、ぜひ行きましょう。お願いします。来た人がハッピーになりますから、うん、そうだね、はい、間違いなくワンマンもあるので、はい、うん、こちら東京演劇女子の、もう1枚の方も出ますか、インサート、すいません、はい、あ、ありがとうございます。こちら3周年記念ワンマンライブなんですけど、はい、このワンマンライブから入場することも可能になっていて、はい、その場合はなんと無料で見れるので。無料ですか？そうなんです、入場無料。おー、すごいね。なので気になってくださった方とかいらっしゃいましたら、ぜひ お気軽に。5時47分タイトルなんですけど、ワンマンライブのタイトルなんですよね。5時47分ってタイトル、はい、すっ気になりますね。2時50分じゃないの、うん、江頭さんじゃないですか、ね、違いますよ、違います、はい、そうなんです、はい、ちょっと遊びに来てもらったら、うん、このタイトルの意味が分かると。これは行かないとなるので行きましょう、ぜひお願いします。はい、はい、それではちょっとね、あの変わります、続きまして野田亮さんにもお話を伺っていきたいんですけど、はい、野田さんは今年誰をハッピーにしますか？はい、まあ、あのいろいろ聞いて、私も確かに私自身だなと思うんですけど、はい、まあ、私基本あのハッピーな人間なので、はい、まあ、それは置いておいて、はいはいはい、あのまた後で詳しく話しますけど、私アパレルをやっているので、はい、それを買ってくれた人、これからも買ってくれるであろう人を幸せにします。幸せになります。そしていいですね、そういった方はもうこれね、宣言するとね、うん、本当にそうなるから、はい、うん、なります。いや、素晴らしい。やっぱりファンの方ですよね。ファンの方ですよね。ファンって大事ですよね。ファンの方が大事です。やっぱり皆さんに支えられてね、活動させていただいてますのでね、幸せにしたいんですよ。自分は、私ですか、うん、私は家族を大事にしようと思います。あ、素晴らしい。やっぱり自分が生まれてからずっとそばにいてくれる人たちなので、なんか言葉がなくても分かるだろうとか、なんかこう、ね、勝手に思ってしまいがちだなって、うん、このテーマを見た時に思ったんですよね、うんうん、なんかだからちょっとなんかね、あの言わなくても分かるだろうとか、はいはいはい、なんか態度でしましちゃったりとか、うん、じゃなくてなんか幸せにしたいなと思って、うん、家族に笑っててほしいなって、うん、今日もテーマ見て思ったんで、いいですね、私は家族を今年はハッピーにします、うん、まあ、結局誰かを幸せにしようと思って一生懸命なんかやってると自分もハッピーになるからね、相乗効果。まあでもね、本当に自分自身を幸せにできないで、多分他の人にね、うん、ハッピーをお届けできないと思うから、そうだね、まあね、自分自身はもちろん大事にしつつ、うん、やっぱ世の中にどんどんその輪が広がっていけばいいですよね。いいですね、それね、うん、一番近いコミュニティですよね。ファンの方もそうですし、うん、まあ、家族とか、そうですね、もう全部そうだと思うんですけど、みんながハッピーになると嬉しいな、まうん、そうだね、うん、まずはみんなでなんかちょっとウクライナの人にもハッピーになってほしいよな、とっても。そうですね、確かに、なんか年末年始も大変な状態だったみたいだから ね、うん、ね、本当に、まあそんなこんなで頑張ってみんなでハッピーを広げましょう。広げよう、広げたいです、という番組です。はい、でもなんでしょうね、ハッピーとは、ハッピーとは
どうしたらハッピーになれるんですかね。結局なんか、うん、ハッピーってこうなるとハッピーっていうわけじゃないじゃない、はい、まあ確かになんか そこに向かって一生懸命何かやるっていうその過程が、うんうん、ハッピーじゃない。はい、うんうん、あと皆さんの笑顔とか誰でもハッピーになれるっていうことはね、うん、はい、うん、誰でもなれると、はい、そうです、うん、じゃあねメッセージいただいているのでご紹介したいと思います。ほうほう、はいはい、こんばんは。今年誰を幸せにしたいかというテーマですが、私は自分をハッピーにしたいですね。一緒だ、うん、そのためには周りにいるみんなに幸せになってもらいたい、うん、それを見たら自分も幸せになれると思うので、とりあえずはお腹を幸せにしたいので好物のカレーライスを食べてきます。めっちゃいい。ラジオネームジャ、まあ、ジャーキンパッパさん、ジャーキンパッパさん、はい、ジャーキンパッパ、ありがとうございます。食べ物はハッピーにしてくれるよね。なりますね、なるね、うん、自然と笑顔になりますからね、うん、美味しいもの食べると、うん、そうですよね、うん、なんか美味しいもので満たされて、ね、うん、笑顔になってると、うん、隣にいる人も笑顔になってる、確かに、うん、すごいパワーだよね、うん、はい、食は、はい、うん、もう1つご紹介したいと思います。はい、東京演劇女子福島萌音様、リーノナギ様、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年はというか今年も俺にいつもたくさんの幸せをくれる東京演劇女子の皆さんをハッピーにしたいと思います。愛されてる、アキニーさんから。あら、アキニーさんから、ありがとうございます。はい、でも嬉しいですね、この嬉しいですね。今年も俺にいつもたくさんの幸せをくれる東京演劇女子の皆さんをハッピーにしたい。なかなかそんなこと言ってもらえないのね。ちなみにその衣装はなんかあれなんですか、舞台の衣装とか。ライブ衣装ですね、ライブ衣装、これは、はい、一番新しい最新の。あ、そうなんだ。衣装になります。あの、皆さんに応援していただいた、はい、そうなんです、ファンの方々が、はい、作ってくださった、作ってくださってはないけど、あの支援してくださってできた衣装なので、作ってくださった。そうなん、やっぱそれを着てね、お二人もハッピーになっていますし、その着てるハッピーを見て皆さんも幸せになっているんでしょうね、多分ね、はい、またやっぱりあれだよ ね、うん、ファッション、あの人が着てくれたらハッピーですよね、うん、すごいね、はい、うん、もちろんそうだ、ね、そうなんですね、はい、はい、もう一つ紹介したいと思います、うん、ラジオネームナギウルフさん、ナギウルプさん、ごめんなさい、ナギウルプさん、はい、マジカルハッピーの皆さん、はじめまして。自分がハッピーにしたいというより、ハッピーになってもらいたいのは東京演劇女子のリンノナギさんです。私は、テーマとは少し失礼てしまい申し訳ありません。将来的なことにはなりますが、本人の夢を実現させてほしいと思っています、はい、ファンの形はそれぞれ違うと思いますが、自分の場合は推しの幸せがファンである自分の幸せと思っています。だから今年はそのためにステップアップを目指して頑張っているところを見たいという思いになると思っています。1月22日の主催アンドワーマン、頑張ってください。いただきます、うん、ありがとうございます。すごい、なんかもうファンの鏡みたいなこと言ってるもんね。本当に、ね、鏡ですね、ね、だからやっぱりね、東京演劇女子のお二人が素晴らしいから、うん、ファンの方たちもやっぱ素晴らしい方たちも日頃からたくさんの多分幸せをお届けしてるんだろうなっていうのがメッセージでめっちゃわかりますよね、うん、はい、ありがとうございます、うん、なんかお二人って言っていただいて気にしてるんでちょっとはい、もう一つ紹介したいと思います、はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ラジオネーム哲郎です。お、はい、去年末のメールテーマでアンハッピーなことはファインのライブにお邪魔できなかったことと書きました、うん、しかし早くも今年はその願いが叶いました、うん、昨日行われたライブハウスでのパフォーマンスは撮影会の時とは違った一面を見ることができてよかったです、うん、終演後の対応もありがとうございました。コロナ禍でライブの本数が激減したようですが、今年は増えるように願っております。そう、ね、チャンスがあればまたお邪魔しますね。お疲れ様でした、うん、いただきます。わー、ありがとうよ。ありがとうございます。昨日どこでやったの。昨日は西川口ギャラクシーっていうライブハウスでライブしてきました。そうなの、年始めのライブです。行ってきたの、うん、みんな応援しに来てくださって、もういいなんていうスタートが切れましたよ、本当に。いいね、それね、めっちゃ幸せでしたね、うん、まあ、年の初めに一発やるといいよね、うん、もう、ああこれで気合入ったぞって感じはしました、うん、ね、でもなんか嬉しいね、この去年末のメールでアンハッピーなことはファインのライブに行けなかったっていうのがあって、けど今年になってすぐに行けてハッピーになれたって、うん、いいですね、最高かよ、ね、嬉しいですね、本当 本当にだからちょっと今年は、まあ、ファインもライブ活動してるので、はい、東京演劇女子の皆さんとね、はい、一緒にライブできるように、ぜひ頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。本当に私はどうやって入ればいいんですか。え、だからチケット買ってグループにですか。グループ3人でパフォーマンスとして、いやいや、舞台上で、あ、じゃあ歌ってもらえれば
ばファインがバックに入る、ね、ちょっと歌えないもん本当、じゃあ踊り覚えてください3人で踊る感じですか、それですかな、頑張りましょう。ダンスと歌どっちがいいですか、中村さんは。ちなみに どっちか取れって言ったら、どっちかやんなきゃいけなかったらもう歌で、はい、じゃあ歌覚えてくださいお願いします。じゃあダンスはもうボーカルボーカルでお願いします。中村さんに立って歌っていただいて、はい、じゃあファインの2人で踊りますよ。僕ね、今年はね、ちょっと作詞するんで、うん、おー誰か曲つけてくんないかなと思ってるんだけど、昔はほらギターで自分つけてたんだけど、もギターなんかもう何十年弾いてないからもうギターもないし、爪伸びちゃって弦抑えられないしと思っています。なので、はい、ラジオを聴きな方で、はい、どなたかぜひ曲をつけたいという人はお便りください。我々、はい、もそうだと思う方はじゃあマジハピアットマークシビアドットモビアでお送りいただければと思います。お願いします。もう一つ紹介したいと思います、はい、こんばんは、アイリタン元気、いつも配信で元気もらってます、頑張ってね、バイツキトちゃんからいただきました。そうアイリって言ったの、アイリタン、あーありがとよー、ありがとよ、ありがとよー、びっくりしたよ、ありがとよ、はい、今年はね、今月は最先メッセージの感じですよね、嬉しい来月もいっぱいみんなちょうだい ね、 こうなると私たちが幸せになります。すごいハッピー、国大ハッピー、笑顔あふれてます。そうメッセージを送りいただければと思いますので、うん、よろしくお願いします。お願いします。メッセージいただいてるとハッピーですね、うん、そうだ ね、 いいですね、いろんな話があってね、うん、番組としてハッピーですね、うんうん、ありがとうございます。でもね本当に、まあ、ライブもそうですし、あとねアパレルもそうですけれども、うん、やっぱり何ですか、一人だけでは完成しないものって言ったらあれなんですけど、自分たちで歌うことはできるけど、聞いてもらう人がいないとライブにならないし、うんね、やっぱりアパレルも来てもらう人がいないとね、やっぱりならないので、皆さんとのねつながりが大事だと思いますので、うん、どんどんつながっていきたいですし、そうだね、皆さんにハッピーの輪をねお届けできるようにしていきたいと、そうですね、思います、はい、うん、そんな感じでいいですか。私も、はい、番組を通じてマイク離れちゃうと届かなくなる、含めてはい、はい、ダメ出しが入りましたけどね関係の皆さんにハッピーになってもらえるように頑張ります。お願いします。よろしくお願いします。何謙虚になってるいきなりどうしちゃったのかと思って、ちょっとねなんか不思議な空気が流れていったので、ちょっと DVD をご覧いただきましょう。はい、はい、そうですね、はい、それでは DVD を見ていただきたいと思います。今日はね、はい、19章のね、はい、あなたがして欲しくないことを他の人にしないようにしましょう、うん、まあこれは人をハッピーにするのに、まあなんていうの、大切なことだから、まあ確かに、はい、うん、選びました。はい、はいはい、それではご覧ください、どうぞ。19、あなたがして欲しくないことを他の人にしないようにしましょう。長い間多くの国の多くの人々の間には一般に黄金律と呼ばれるものがあり、それには様々な翻訳版がありました。上記の教訓はそのうちの一つであり、害のある行為に関するものです。他の人を一切傷つけることなく生きていけるのは聖者だけです。それとは反対に、犯罪者だけが自分の周りの人々を平気で傷つけます。罪悪感、恥、やましさといった感情はすべて現実的で嫌なものでしょうが、そうした感情とは全く別に、他の人に与えた害が自分自身に跳ね返ってくるということもまた偶然ながら真実です。害のある行為すべてが元通りにできるものであるとは限りません。無視したり忘れることのできないような行為を他の人に対して犯してしまうことがあります。殺人はそのような行為です。人はこの本にある教訓にひどく違反することが、どのように取り返しのつかない害を他の人に与えることになるのかがわかるでしょう。他の人の人生を台無しにすると、自分自身の人生をも破壊しかねません。社会はそのように作用します。刑務所や精神病院には自分の仲間を傷つけた人たちが詰め込まれています。
しかしそれ以外の罰も存在します。他の人に有害な行為を犯せば、捕まっても捕まっていなくても、特にそれが秘密にされている場合は、他の人や自分に対する自分の態度の大きな変化に苦しむことがあります。これらはどれも悲惨なものです。人生での幸せや喜びは消えていってしまいます。この本の黄金律は試金石としても役立ちます。誰かにこれを適用させるようにすれば、その人は何が人に害を与える行為なのかについて実感を持って理解することができます。それは人に何が害を与えることなのかを教えてくれます。悪い行いに関する哲学的な疑問、何が悪なのかといった議論に対する答えがすぐに実感を伴って返ってきます。それは自分の身に起こってほしくないことですか？そうですよね。もしそうなら、それは人に害を与える行為に違いありません。そして社会の視点からそれは間違った行為なのです。それは社会的な意識を目覚めさせます。そしてそれは自分が何をすべきで何をすべきではないかを人に考えさせます。ある人が害のある行為を行うことに対して何の抵抗も感じないとき、その人の生存能力はどん底にまで落ちていきます。あなたが人々にこれを適用するように説得できれば、その人たちに教訓を与えたことになり、それにより彼らは自分の人生を評価できるようになるでしょう。そしてある人たちにとっては、再び人類の仲間に加わるための扉を開いたことになるのです。幸せへの道は、害のある行為を自制できない人に対しては閉ざされています。渋谷クロス FM。 続いてのコーナーはこちら、マジハピ渋谷ガイドのコーナー。わっしょい、イエイ。はい、このコーナーは幸せに渋谷にある素敵なお店イベントを紹介するコーナーとなっております。はい、はい、というわけで隊長黒沢入りさんから、はい、紹介します。はい、まあ、この番組がマジカルハッピー渋谷ラジオということなので、はい、あの幸せっていう入ってるお店をね探しまして、はい、うん、こちらを紹介します。幸せのパンケーキ、はい、多分これ渋谷店なんですけど、まあ、いろんなところにあったりして、多分行ったことある人もいるかもしれないけど、はい、まあ、あの皆さんにまた再度行ってもらいたいなと思ってご紹介します。それお店の名前なの？お店の名前が幸せのパンケーキってお店なんですけど、はい、美味しいものは人を笑顔にできるっていうのをテーマでやってるんですよ、うん、だから今日のやつで一緒じゃんみたいな、うん、思って、そう、紹介しようと思いました、うん、でこの思いを形にしたのが幸せのパンケーキ、はい、で世界一ふわふわでしっとり感のあるパンケーキに、濃厚でクリーミーなニュージーランドの高級マヌカハニーと発酵バターをブレンドしたホイップクリームを絡めると、これまでになかった驚きと感動を皆さんにお届けするよっていうのが幸せのパンケーキなんですよ。そう、で美味しさの秘密がいくつかあって、まず一つ目が、うん、素材へのこだわり、うん、そう、もちろん新鮮なものはそうなんだけど、はいはい、ベーキングパウダーは使わずに、うん、そのなんて自然の力でふわふわにしてるっていうのが、まあ、このパンケーキで、あとは1枚へのこだわり、美味しいものをより美味しく食べてほしいっていうのがあるので、うん、注文を受けてから生地をこねて1枚1枚を丁寧に焼き上げるんですけど、まあ、20分、うん、1枚1枚に20分かかるので、その提供時間はちょっとかかっちゃうけど、でもそれでもその待っててよかったって思えるぐらいの、もうそれ以上の幸せを、まあ、なんていうんですか、私たちに感じさせてくれるのが幸せのパンケーキで、あと実店舗でしか味わえない食べたい心をくすぐる感動もこの幸せのパンケーキの
魅力で、店内ではそのふっくらその焼き上げてる20分がこう焼き上げてる工程も見れるので、うん、見ても楽しいし、こう届いた時の、まあ、幸せもあるし、あと焼き上がる時の匂いもそうだしで、ね、全部の感動を、うん、もうあの味合わせてくれるのが、まあ、幸せのパンケーキ、もうエンターテインメントだ。そう、ね、本当にその定番の幸せのパンケーキもそうなんですけど、うん、フルーツを使ったあの幸せのパンケーキだったり、うん、まあ、クリームとかいろんなものを使った期間限定のものもそうだし、はい、あとはまあパンケーキではないけど普通のなんていうんですか、ピザだったりとかそういうご飯もあるので、甘いものだけでもじゃなくてそういうしょっぱいものも楽しめるから、まあ、いろんな人が行っていろんな人が幸せになれるのがこの幸せのパンケーキかなと思って本日はご紹介させていただきました、はい、ぜひ皆さんも幸せのパンケーキ渋谷店に行ってみてください。どこにあるんだっけ。渋谷にあるあの公園通りのとこにあります。あのもう本当に一角幸せのパンケーキってなってるから、はい、公園通りとか分かるんで皆さん公園通り行ってみてください。あと平日は20時までなんで、この番組が終わってからこう皆さん行くのは多分ちょっと間に合わないんですけど、あ、そう、あの平日が11時から20時までで、はい、祝日とか休日が10時半から、うん、あ、10時から20時半までやってますのでね、はい、あの今日以降にみんな行ってみてください、はい、パンケーキ好きだわ俺、行ってみてください本当に、うん、マジで美味しいから、うん、めっちゃふわふわですよね。そう、ほら見に行ったことあるのか、あ、知ってます、行ったことあります。ほら、うん、行った方がいい本当に、本当ふわふわだな、ほら幸せになってきてください。一、まあ、ね、人じゃいけないからね。いや、一人でも楽しいぞ楽しいぞ楽しいぞ。じゃあ来月行ってきてください、ラジオの前に。あ、そう感想待ってますね。わかる以上、黒沢愛理の紹介でした。はい、はいはい、以上、マジハピ渋谷ガイドのコーナーでした。渋谷クロス FM。続いてのコーナーはこちら、マジハピーゲスト。このコーナーは素敵なゲストの方をお招きしてお送りするコーナーとなっております、はい、というわけでね、引き続きお三方紹介したいと思います、うん、はい、エクシス代表の野田亮さん、はい、はい、そして東京演劇女子の福島萌音さん、はい、凛の凪さん、はい、はい、この3人と一緒にお送りしていきたいと思います、はい、お願いします、はい、はい、先にですね、エクシスの代表の野田亮さんにお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、エクシスというのはアパレルブランド、はい、そうですね、はい、どういうブランドになっているんでしょうか。はい、まあ、ジェンダーレスアパレルブランドというふうにしてまして、はい、まあ、あの男性用女性用っていうふうには分けずに、まあ、いわゆるユニセックスっていうんですかね、はい、男女兼用で履けるもの着れるものを、はい、あの世の中に出そうというアパレルブランドをと、うんうん、あの LGBTQ プラスの方が、はい、まあ、それ以外の方も誰でもがこう集まれる、うんうん、いわゆるオフ会ですね、交流会を、うん、この2つの柱を元に、うん、エクシスというブランドを立ち上げて運営をしています、はい、なるほど。あの実際にお持ちいただいているこちらなんですけれども、じゃん、おー、パンツ、パンツ、パンツ、はい、パンツ、うん、パンツですね、はい、3色です、はいはい、赤と黄色と白の3色で、サイズは、まあ、あの小柄の方もやっぱりいるので、はい、あの LGBT の Q の方とかは、はい、あの小さい方とか、はい、150センチとかの方とかもたくさんいるので、はい、まあ、小さいサイズから、はい、これはネイビーですかね、ベースの色は。ベースはネイビーですね、はい、で赤ドット、黄色ドット、白ドット、白ドット、はいはい、3色展開、3サイズで、はい、これが一番目玉の商品となってます。なるほど。ちょっとインサートが出ますでしょうか。はい、はい、こちらですね、はい、エクシスのホームページですね、はい、はい、自社で作らせてもらってます。はい、おしゃれ。次に行きますでしょうか。はい、はい、で見ていただくとこの、グッズというか、はい、お洋服に関してはアイテムです、ね、アイテムから、はいはい、入っていただくとお買い求めいただける、はいはいはい、そうですね。でこちらはイベントをですね、はい、月1回必ず、うん、まあ、大体第4土曜日あたりに、うん、レンタルルームを借りて開催、はい、都内ですね、で開催しているので、はい、まあ、そこで買うことももちろんできますし、うん、あ、その場で買うこともできます、はいはい、ちなみに次の1月の開催日とかっていうのは決まっているんですか。1月28日土曜日です。28日の土曜日、はいはい、まあ、渋谷か新宿のあたり
のレンタルルームを毎回ちょっと違うところを借りるんですけど、探して予約するんですけど、だいたい渋谷か新宿あたりがまあ皆さん来やすい場所になるので、はい、そこで決まってます。1月28です。次いきます。これがあれですよね、先ほどご紹介いただいたボクサーパンツになっていて、サイズが SML、はい、で販売されていると。これは男性も女性も大丈夫はい、買っていただいてます。そうすると結構サイズ作んなきゃいけないですね。そうですね、だからあのやっぱり LL だと小さいという、もうちょっと LL とか LLL、3L とかっていう、まあ、あのサイズの要望はやっぱり果てしなくでしょうね、ますね、はい、確かに難しいですよね、どこまで作るか、はい、かわいい。そしてこちらがパーカー、はい、はい、こちらもなんか本当に人気で、まあ、去年も作って今年も、はい、2022の秋冬ものとして、はい、かわいい。これ黒沢だったらどれがいい、何色がいい、バイオレットかバーガンディが欲しい。かわいい。これでもあれなんですね、あの色によってカタカナでエクシス書いて、そうなんです。ちょっとカタカナが欲しいな、ホワイトかな。英語だと読めない方が多いので、うん、カタカナにするとやっぱり読んでいただけるので、はい、エクシスって何って、それ何のブランドっていうのをやっぱり言っていただけるみたいなので、カタカナもありつつ、はい、でまあ、ブランドカラーが、まあ、あのロゴのあれで、水色と黄色、はい、水色と黄色がロゴ の, あのブランドカラーになってるので、まあ、ロゴも黄色もしくは水色で統一してます。はい、でもいいですね。でここにちょっとフードのところにこう大きくロゴを入れているので、ちょっとあの被ってる、ちょっと見えないんですけど、かわいい。ここですね、これを後ろにするとちょうどフードのところに12センチぐらいの、まあ、ロゴなんですけど、ここの文字の色と同じ色の、はい、おなるほどね、すごい。で後ろからこうフードを後ろから見ても、はい、前から見ても、うん、エクシスと分かるというこだわりを、ね、あ、こちらが黄色のやつです。かなり色はなかなか挑戦者がいなくてですね、いいですよ、黄色がいいな、ね、黄色いいですよね。しかもなんていうんですか、今の時期とかだと結構コートとかも、こう無難なカラーというか、そうな、黒とか白とかだからね、大体は。そうするとね、ああいうあのイエローだったりとかも映えますしね。さあ、明るいもう派手な色がやっぱ好きなので、でもまあ売れるのは白と黒なんですけど。やっぱ気安いって気安いですけどね。白と黒の L あたりがやっぱりすぐ売れちゃいます。みんな手出しやすい色ってそうだね。ちょっとあの冬場とかのダボっと着たい方とかね、中に着ても着れる。黄色ありますのでぜひ、はい、黄色がまだありますので、あるって黄色で。サイズ展開としてはサイズは XL まで、XL までパーカーは、XL まであるので、はい、やっぱり M が残るんですよね、中身の中のファッションでやっぱり面白いなと思って。今あれですよね、ビッグパーカーが流行ってて、ダボットセールですよね。確かに M が在庫残っちゃって、XL はすぐ売れちゃうっていう。XL すぐ売れちゃう、はい、勉強になるなと思います毎年。そうなんだ、やっぱりね、あのサイズが大きい人ももちろん着るし、ね、小柄な人でも結構ね、ビッグセレとか、XLめっちゃ着るもんね、黒沢なんかも着るんですか、着るんですよ、あのワンピースにしたいみたいな感じで着ちゃって、かわいいみたいな、だからお子様も着れるみたいな、そうみんなでこんなでっかい、ちょうどだってお子様サイズ、なんだろう、まあそのサイズは否定できないけども、サイズだからね、142センチなんで、そうおー、そうなんですね、見えなかったですね、そうなんです、ちっちゃいんです。まあね、でもこうね、サイズ展開もいろいろあると、はい、購入しやすいですよね、はい、なんかいろいろね、ぜひ、情報についてはホームページが一番、はい、そうですね、ホームページにオフ会だったり、アパレルだったり、はい、まあ、私のちょっとしたつぶやきなりが全部見れますので、はい、あとツイッターとインスタもされてる、はい、ということなので、ぜひ皆さんチェックして見てください。よろしくお願いします。はい、でもあれですよね、やっぱ LGBTQ プラスっていうんですか、はい、いろんなジャンルの方がいるというので、多分ね、なんかミュっていうか何でしょう。そう、みんなにこうあんまりね、思ってること言えなかったりとか、悩んでることとか言えない方も結構いらっしゃると思うので、ぜひなんか悩んでる方はこのイベント、そうですね、参加して、いろんな方がいます、本当に。でもなんかこう、でもそういうばっかりで集まるのも、なんかこう世界が狭くなっちゃうので、はいはい、私的にはあまりあれなので、なんかね、非難されたり差別的なことを言われるのは嫌ですけど、誰も、まあ、基本的にはそのご理解のある方
なら誰でも来ていろいろ話そうよっていう、うん、では知らないと知ってもらわないことには、うん、大橋もなんか興味があるって言ったらちょっとなんていうんですか、うん、まあ語弊があるかもしれないんですけど、うんうん、それでいいと思います。なんかなんだって、ね、なんてワードとしては知っててもさ、うんうん、なんまあそのワードとしては知ってる、うん、多分こんな感じなんだろうみたいなぐらいの、うん、まあね、ある意味知識がないって言っただけだから、うんうん、なんかそう実際に参加して初めて知ること、うん、多分めちゃめちゃいっぱいあるじゃないですか。そうですね、ね、そうなんです。だから全然なんかこう、うん、気になるとか興味あるとか、うん、知りたいとかでも十分なので、うん、本当にいろんな方がもちろん男性の方も来てたりとかするし、はい、まあ、普通にあの結婚されてる女性がとか、はい、もういろんな方はうちはウェルカムとしているので、はい、大体何人くらいで集まられてるんですか。まあ、コロナ禍で始めたので、うん、まあ、10人ぐらいまで、まあ、もっと大きくはしていきたいんですけど、うん、本当にでもいいですね。なんか逆にいっぱいすぎちゃうとちょっとどうしていいか、うん、どうしようってなっちゃうから確かに、そのくらいみんなにちょっとまずみんなに話を聞きやすいもん、うんうんうん、確かに。じゃあね、またぜひ悩んでる方は、はい、悩んでない方も興味がある方、うん、そうですね、ぜひ悩んでなくても悩んでても来てください。しましょう。はい、はい、それでは野田亮さんにお話を伺いました、うん、はい、ありがとうございます。続いて東京演劇女子のお二人にお話を伺っていきたいと思います。はい、大橋ちょっと気になってることがあるんですけど、お、何ですか。ドットって書いてあるじゃないですか、東京演劇女子ドットっていう、はい、点っていうんですか。はい、ドットですね。ドットは意味があるんですか、何か。これもともと私たちあの2020年にデビューしてるんですけど、はい、ライブの、うんうん、その前に東京演劇女子で活動してた人たちが最初にいて、はいはい、でリスタートメンバーになるんですよね、今の5人が。そうなんです。でそれであの区別をつけるためにというか、はい、新規一点ドットっていうのをリスタートっていうのをつけてます。へー、あ、そういう意味があったんですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はいはい。で福島萌音さんとリーの凪さんにお話伺っていきたいと思うんですけど、はい、さっきちょっとね、はい、DVD の途中でも喋ってたんですけど、うん、メンバーカラーがあるというふうに伺いまして、はい、そうなんです、はい。福島さんが赤、はい、情熱のレッドで、情熱のレッド、はい、で、うん、リンノさんが紫、はい、ミステリアスなパープルです。さっき言ってたあれあれなんか、みんなされてないかもしれない。ファイは2人で活動してるんですけど、一応なんか前にね、メンバーカラーというか担当カラーというかがありまして、うん、まあ、大橋も赤、レッド担当で、で、黒沢はパープル担当なんですけど、あれ？あれ？まさかここがね、一緒になると全く一緒なのないですか、うん、赤はさ、まあ、結構いらっしゃるじゃないですか、うん、紫も一緒みたいな、うん、なかなかないですよね。だって東京演劇女子の皆さん5人で活動されてるんですね。5人いるので5人いる中で、ちなみに他のメンバーの方は何色がいらっしゃるんですか。水色と黄色とピンクがいます、はい、ほらその形が仮に来たらこうなって、うん、わーなんでかですねってはなんなかった、ね、すごいドンピシャですからね。その中からね、うん、ちょっと運命だった、ね、やっぱ運命だったね、引き合わされたんだろうね、これは完全に ね、うん、情熱のレッドレッドミステリアスなパープル、もう完全黒沢のあの DVD 中のやつ全部からみんなにもバラしてく撮ってきたんですよ、まったく本当ですよ、本当に奪っていきたいと思います。奪われました。あとなんか肩書きというかキャッチコピーというんですか、うん、があって、はい、毒舌一生妹、はい、福島さん、はい、と妹、姉御肌のリンノさん、はい、おちゃんと姉と妹が、うん、ここ同い年なんですけど、実は同い年なんですよ。そうなんです。けどキャラとしては妹と姉でやってます。なるほど。いやね、肩書きなんてないもんね、考えたこともなかったよ、ね、考えましょう、これを機に、ね、考えとこうと新年でもね、やっぱすごいです、ちゃんとしっかりね、うん、お二人ともされてますけれども、この時間で、ああそういうことだなってちょっと分かる気がする。キャッチコ肩書き通りだなって。そうなんですか。なんですか。あゆりさんにバレてるよ。東京演劇女子の、グループ自体はどういう集まりというか、何をきっかけにこう結成されたんですか。そう、私たちは東日本大震災がきっかけにできたグループで、はい、うん、人々の明日への活力となるようなパフォーマンスを目指して日々活動はしています。なるほど。あーって言ってますけど、あな、あります、なんか言いたいこと。大丈夫。いやいやいや、なんかそうい こうきっかけっていうのはね、はい、やっぱ東日本大震災って結構大きなね、うん、出来事だったから、うん、
まあなるほどなっていう、お今年から私たちキャッチフレーズが新しくなりまして、はい、傷跡の残るライブとお芝居を、傷跡の残るステージ、なるほど、はい、あなたの心を明日へ、面白いコピーだね。なんか傷跡ってマイナスなイメージだと思うんですけど、結構こうライブを見て心に刺さるとかも傷跡だったりするじゃないですか、そうなので傷跡をすごい残せていけるグループになれたらいいなっていう思いで、なるほど、そうなんです。大元が劇団なので、やっぱ私たちもともと女優魂としてやはり表現で伝えていきたいっていう思いが強くって、新しく心機一転こういうキャッチフレーズになりました。今年から新規一転、これは気になります。じゃあその傷跡の残るステージの第1回が1月22日という、そうです、そうなんですね、ワンマンライブ。 なんかその特別に考えるんですか、その傷跡が残るようにとか。毎回そうですね、私たち大元があの劇団なので、その主催がこういつも演出とかをつけてくださって、傷跡の残るような構成をこうみんなでどうしようかこうしようかってよく話し合いますね。みんなで意見を出し合って、そうなんだ、はい、5時47分の時点でだいぶ気にかかりますもんね。何が起こるんだろう ね、行けばわかるから、行かないと分からない、行かないと分からない。開演は何時なんでしたっけ。こちらフェスの方は開演は15時半を予定しております。フェスの方は19時15分を予定しております。5時47分ではないですからね。じゃなかった、私5時47分から始まるのかと思ってたもん。違った、何があるのか、すべての意味は来てもらって、ね、これは行きましょう。ワンマンは入場無料なので、はい、これは行くしかないですね。クラブチッタ、川崎クラブチッタで、はい、開催される、クラブチッタです。はい、で普段というか、なんか定期的にも活動があるんですよね。そうですね、もともとそのアイドルのライブでデビューさせていただいたんですけど、2020年の10月からお芝居とそのライブという二部構成で毎月定期公演というものを行わせていただいてて、半年間ぐらいやってたんですけど、まあ先ほどの話にもあったように東日本大震災を題材にしたお芝居をやったりとか、今までもその私たちの劇団の看板女優さんが気仙沼出身なんです。宮城県の気仙沼出身で、それを舞台にした、宮城県気仙沼市を舞台にしてお芝居をやったりとか、復興祈願公演をやって今まで活動してきてました。だからこう定期的に活動しているものもあれば、1月の22日みたいにこう主催だったりとか、ワンマンもやられてたりという感じですね。これはもう行かなきゃですね。なんかこの SNS に関しては、ツイッターがある、グループのツイッターと個人のツイッターと、そうですね、個人も公式もあります。あと YouTube があるんですよね。 YouTube があって、YouTube にライブ映像が定期的に上がっているので、では気軽にチェックしてもらえると思います。ちょっといつメッセージいただいてますので紹介したいと思います。ラジオネーム月ちゃんさんからいただきました。いつも元気もらってるよ、登場には頑張ってねっていただいてます。登場でいいんですか、読み方は。はい、合ってます、登場です。登場応援していきましょう。そう、登場、はい、お願いします。というわけで、まずはじゃあ今大事なのが1月の22日のライブですね。はい、はいはい、皆さんぜひ行きましょう。はい、お願いします。しております。ツイッターをチェックする。はい、はい、そして時間がね、もうあと2分1分程度なので、はい、お話、野田さんにもまた、お話いただきたいんですけど、野田さんのエクシスについての情報も、ツイッターとあとホームページに書いてありますので、ぜひ皆さんそちらでチェックしていただければと思います。はい、そして何かありますか。いや、ないです。ないです。ファインはですね、1月の30日の月曜日に四谷ロータスでライブがあります。出演時間等分かり次第、ツイッターの方でお知らせさせていただきますので、ファイン、ダンスボーカリングとファインと検索して、ツイッターを見ていただく、もしくは大橋メリサ黒沢愛のツイッターを見てチェックしてください。撮影会毎週やってます、来てね。すごい、よろしくお願いします。すごい饒舌褒められた。はい、というわけでね、隊長、あっという間だったんですけれども、そうですね、第1回目、まあ来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。賑やかにね、ハッピーに第1回目できて、とてもハッピーです。ハッピーです、はい、皆さんのことハッピーにできるようにこの番組をお届けしていきたいと思いますので、ぜひ毎月第1水曜日19時からこのマジハッピー渋谷、ね、
聞いていただければと思いますので、はい、皆さん元気に頑張っていきましょう。それではまた来月お会いしましょう。早いね、さようなら。